です。マインクラフトポケットエディションやっていきましょう。ただ今回はちょっと思考を変えてというか、なんだろう、データを変えてやっていきましょう。まあちょっとね、予告を兼ねておりますので、まあまあ最後まで見ていただければと。どうしようかな、ドン。クリエイティブ、あ、いいのか、これでいいのかな。クリエイティブワールド予告始めます。ふい。あなた、ここちょっと怖く、これやりにくそうだな。予告をし、なんか作ろうかなと思ったんだけど、これどうやったら上に空中浮遊できる。あ、こういうこと、こういうこと、これで、え、これで、あ、こういうことか。え、空中浮遊をし続けたいんだ俺は。どういうことだろう。あ、こういうことか。おうほうほうほう、気持ちがいいな。とりあえずいい声になってみた。ああ、これどういう地形なんだろう。松、あれか、針葉樹林帯か、わかんない、わかんないけど、できれば砂漠とかちょっとそういう整地しなくても広めのところでサボりたい気分だ。いいね、クリエイティブモード、なんかいいね、こう世界の統治者になったかのような、創造主になったかのような気分になれる、そういう気分になれるね、これね。あ、動物たちよ、今日も生命を育む。なんでもないです。はは、なるほど。あ、こういう世界もあるんだ。サバイバルモードでね、しかやってないからね。ああ、いいね。まあ、今更感がありますよね、多分皆さんからしたらね。砂漠、見つかるのでしょうか、こんなことをやっていて。お、ついに見つけたぞ、砂漠。うわ、長かった。見つからないときは本当見つからないな。砂漠が見つかりました。さあ、あとは広めのところを陣取りたいけども、ここが良さそうだな。ここにしましょう。よし、ここで作る。ここで作りましょう。広い、ほら広いからね。ここでちょっと何か作りたいと思う。夜になっちゃったけどね、探してたら夜になっちゃいましたけど、ここでちょっと何か作っていこうかなと思っております。はい、いいね、いいな、できてきたな、これを。あと何段ぐらい、これ16段くらい。これちょっときついな、これコピー&ペーストみたいなのできない。コピペできないかな、これきついぞ。これを延々並べていくのはきついな。空洞作戦でいくか。空洞作戦でいけばさほどって感じだよね、多分ね。空洞作戦でいきましょう。空洞作戦。
おお、できてきたな。何段？何段目だ？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。もう一段ぐらい作るか。もう一段ぐらい作りましょう。はい。こんな感じか。そうなってくると、なんか、足がもうちょっと太くてもいいような気がするな。もう一列増やそうか、足。もう一列ずつ左右に増やそう。いいね。クリーパーっぽくなってきたね。これいいぞ。クリーパーっぽくなってきてるぞ。じゃ、ちょっと頭をつけよう。頭をつけていきましょう。頭どうなんだっけな。これまずいでしょ。これ大丈夫なの？これ いいのかな？ 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。よし。めっちゃ悪か。これ開いちゃってんな。角度だよね。角度によっては、まあ、いびつだけど、まあ、見えなくもないでしょう。いやー、完成させたい。もう、まあ、後から修正すればいいか 後々ね、暇な時にでもね、修正させましょう。いやー、ちょっと正方形で作ればよかったな。失敗したな。その辺の寸法とか全く考えてなかったからな。まあいいでしょう。おお、カラフルだな この後は上を閉じればまあ、出来上がりなんでしょうけど 細っ、これ。もうちょっと計算して作ればよかったな。ちょっと待って、これ、中に入ってみようか はい。こう、クリーパーさんの中身っす。うわー、トリップしそう なんかトリップしそうな、これ。うわわ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 わ。3 とか言って。ああ、いいですね。こういうのもありですね。あ、間違えた。おお。とりあえずね、大体できた。大体できたんだけど、顔でかっ。顔、いびつだな、これな。いびつなクリーパーできちゃったな。下手だな これひどいな。これひどいですね。ひどいけどまあ、ここにじゃあちょっと顔をもうつけようか。もっと計算して作ればよかった。失敗したな。もうちょっと計算のしようもあっただろうに。しょうがない。やっていきましょうか。できた！できたけどなんか変。
ちょっと不格好。ちょっと違うかん。なんだろう。なんとなくだけど犬っぽく見える。なんか違うんだよね。あ、わかったわかった。これ多分、口の部分が長いんだ。これ一ついらないんだ。これいらないな。これいらないですね。つけて、こっちでいいか。あれちょっと、あ、変なとこにできちゃった。あ、もうちょっと下にずらせばよかったかな。まあいいか、この 若干こう太り気味に見えるな。不格好だな。こんな感じ。ちょっと、あれだ、せっかくだからちょっと完成のプロモみたいに撮ろうか。もっとあったんじゃないかな。もっとあったような気がするね。もっとあったような気がするな。まあ、残念だな、これ、残念。残念なクリーパーになっちゃったな。まあ、しょうがないか。怖っ。目の前に来ると怖っ。よし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 できたぞ。わおわお、いいね、すごい。ダイヤモンドブロックウォール、ダイヤモンドブロックウォール、かっけえ、ね、かっけえってか圧巻だね。はい、じゃあね、ここにちょっと字を書いていきます。字を書いていきます。予告用の字を。いくぞ。はい、というわけでね、なんとかね、できましたね。マインクラフトウィーク with Google Play ということで、僕、なんとですね、この度、2015年、いいですか？年間違えてくださいね。今年ですよ。2015年3月22日日曜日から3月30日月曜日の間まで、こちら僕のチャンネルに関しては、1時間30分の枠しかないんですけど、
マインクラフトウィークということで、3月22日日曜日の19時30分から21時、こちらでですね、Google の公式の放送、Google プレイのですね、公式放送ということで、マインクラフトウィーク with Google プレイ参加させていただきます。正確に言うとですね、18時から21時の枠なんですけど、僕のこのチャンネルでは19時半から21時。で、さらに、僕の共演者のダイダラくん、ダイダラくんのチャンネルの18時から19時30分。こちらの合計3時間の枠で僕が参加させていただきます。ぜひね、ダイダラくんのチャンネル、あと僕のチャンネルですね、登録いただき、3月22日の18時から21時の間、お付き合いいただければと思っております。いや、苦労した。この動画を作るだけでも3時間以上かかっちゃった。だいたい3時間一人でやると、これぐらいの建造物ができると。いうような感じみたいですね。ちょっとあんまりね、慣れてないからあれなんですけど、なんかちょっとね、まだ見にくいというか、分かりにくいというか、操作ちょっと本番までにもうちょっと練習していきたいなと思っております。なんか心なしかさ、クリーパーもさ、なんかクリーパーさんもなんか顎がしゃくれてるみたいな、ちょっといびつ感がありますけど、まあ、まあまあそれもね味なのかなと思いますけど、はい、というわけで、ぜひ3月22日日曜日はこちらの番組をご視聴いただきますようお願いいたします。本当にちょっとすっごい早送りになってていると思いますけど、感想などいただければぜひコメント欄にいただければ嬉しいです。はい、それでは放送日またお会いしましょう。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。
ではまた。